眼瞼マッサージっていうのは、涙がのトラブルがある子とは限らずやってもらったりっていう風にしたりします。この目の周りポカポカするのが分かるんですよ。こうやってやってあげると涙の分泌がやっぱり更新というか、あのしっかり乗りますので。このチャンネルはミックス犬チワプーのティムの日常やワンちゃんとの生活が豊かになる情報をお届けしています。犬好きさんの方が楽しめる内容となってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは早速いくぞ。ティム、顔かゆい？目の周り大丈夫？最近かゆそうだね。あ、かゆいの？あ、目かゆい？体もかゆいの？ティム、ちょっと話聞いてよ。ティム、ママの話聞いたの？ママ病院行くか？ティム、病院行こっか。先生見てもらう？一回病院頑張る。偉い。ちょっとさ、お腹見せて。お腹、こっちおいで。そうそうそう、ゴロン。はい、待てよ、待て待て。うん、ちょっとピンクっぽいもんね、色が。うん、よし、行こっか、病院。病院行こう。イエーイじゃないんだって。病院行こっか。うん、行こう、行こう。ハゲ、ハゲも届くか。ハゲは？ハゲはっていうか。いらっしゃい。行きます。うん、はい。続いて、こんにちは。ちょっと診察お願いしたくて。予約はもともとされて。あ、予約はしてなかったんですか。はい。どうされました？なんか顔とかがちょっと痒がったりとか、はい、ちょっと体もなんか赤みがかってる感じがあったので、はい。はい、目の周りが、まあ、ちょっと今綺麗にしてるんですけど、はい、うん、なんか赤くなったりとか、結構涙やけも最近はひどいような気がしてて。なるほど。はい、ドロッとした感じ。他どこか赤み出てるところがありますか？体がちょっとだけなんか赤いか。お腹だとか。ハゲ、うん、じゃないけど、自分でむしっちゃったのか、はい、ちょっとそういう部分が一箇所あって、はい、なかなかちょっと入ってこなかったり。ちょっと薄めですね。またアレルギーとかの検査とかできるんですかね？一応可能なんですけれども、はい、今日されます？結果出るのにお時間かかるかなと思うんですけれども。ちょっとまず話聞いてから、じゃあ。そうですね。はい、どうするか。はい、本日ちょっと混み合ってまして、はい、かなりお待ち時間出てしまうかなと思うんですけど、ご都合大丈夫そうですか？どのぐらいでしょうか？ですね、30分は待つことになってしまうかな。大丈夫です。大丈夫ですか？はい、恐れ入ります。はい、でしたらおかけになってお待ちください。はい、ありがとうございます。そんな変わってはいないと思います。はい。ごめんね。はい、いきます。7度9分ですね。ちょっと低めですけど、はい、大丈夫かな。低めなんですね。だいたいワンちゃんの平熱8度台なので、ギリギリ。はい。ちょっと足りないぐらい。ちょっと足りないぐらいです。体調はどうですか？普段と変わりないですか？うん、そうですね。生活してる分には特には、はい、変わんないんですけれど。はい。もともとは涙やけ多いタイプ で無添加のものにしたりとか、はい、そういうのだいぶ改善して良くなってきたんですけど、最近この1ヶ月ぐらい、うん、多いのと、なんとなくやっぱり目の周りは赤いっていうか、は
顔でやったりはします？うん、結構ちょっと顔でこうやったりっていうのは多い気はしますね。指の間とか舐めたり描いたりしてはいない、まあ、手はまあ適度には舐めてるのでまあ許容範囲なのかなと思うんですけど、まあ、手舐めたりとか、なんとなく体こう、うん、お腹周りとかもピンクがかってるような気はするんですよね。まあ気のせいかもしれないですけど他に特に気になるところありますか？特にはないんですけど、まあ、強いて言えば7月に引っ越してきたので、はい、こっちの方に、はいはい、環境の変化はあって、うん、もしかするとなんかその今の家で暮らしててなんかアレルギーとか、あー、うん、困りました。少々お待ちください。はい、っていう怖いな、怖いな、はい、あ、こんにちは、お待たせいたしました。まあ、この辺かゆがってるわけではないんですよね。はい、かゆがってるのは顔周り、顔周り、はい、あとはこの辺をその自分でむしっちゃって毛玉になってたところです。あんまり生えてこないなっていう、うんうん、もうここら辺は結構かゆがりますね。ガシガシガシ。そうですね、これを食べさせたりとかしてここ行ったらなんかかゆがるよとか、なんかそういうのあります。いやー、心当たりはないですよね。まあ、あと食べ物とか、はい、一応ドッグフードと自分たちでちょっと作ったやつをこうブレンドしたやつを与えたりしてるんですけれど、はい、基本的にそんな変なものとかはないですか。まあ、最近食べたのは果物とか、あの、はい、例えばみかんとかリンゴとかをちょこっとあげたりとか、はい、そういうのはあったんですけど。今が一番かゆいとかっていう感じしますか？生後半年ぐらいまではかなり涙焼きひどくて、はい、でかゆがってたっていうよりは、まあ、症状として、はい、見た目がもう完全にひどかったっていうのがあって、ただまあそれもその食事で結構改善できたりとか、はい、あのこの子のご飯っていう、はい、無添加のやつをあげて定期購入して、はい、それにしたら、まあ、ちょっとまあ、数ヶ月で徐々にこうやっぱり良くなってきて、うん、はい、もう生後1歳ぐらいの時にはもうほとんど出ないぐらいだったんですけど、こっちに引っ越してきて1ヶ月ぐらいでちょっと気になるようになってきて、うん、はい、今ちょっとこのアレルギーの件数だったりとか、そんなにしようっていう感じはあまりしないんですよね。そんなにまだ様子見の段階ですかね。いや、本当にかゆがっているのが、はい、アレルギーとして体の反応してこう出てきているのか、はい、例えば涙やけとかで涙が出てきて、その涙がこう当たってここの皮膚の上が気になって涙が、はい、かくようになってるのかっていうのと、はいはい、あとは足はむしるっていうことに関しても、はい、かゆがっていてやってるのか、もしくはまあ僕らよく精神的な要素って言ったりするんですけど、なんか、まあ、ストレスとかとか、ね、なんかそちらで書いてるかって、はいはい、いろいろ考えるんですけど、典型的なそのアレルギー的な感じというわけではなさそうだな。あ、正直まあ困ってるんですっていうほどではなかったので、まあ初期のなんかもし、はい、というとこの子まだまだ若いのに、はい、ちょっとお肌薄いよねっていう感じは確かにします。あ、何かっていうと、はい、皮膚が皮がこうねなったりとか薄くて、で毛細血管みたいなものがちょっとこうす、はいはいはい、見えますよね。あ、こういうのこう見えてきたりっていうのがありますし、はいはいはい、こう見ると若いけどなんかこう縦じわがこう入ったりみたいな感じのがあるので、はい、あのトイプードルはみんなこんな感じなんですよ。トイプードルってもともと皮膚薄いんですよね、はい、あ、そうですっていう特徴があってっていうふうにあるんですね、はいはい、この子もやっぱりちょっとそういうふうに少し薄めなんだな。あ、そうするとまあ、例えば私たち人間でも少しアトピーの方とかっていうのは、はい、皮膚が薄くて弱いから全体的にちょっと赤くなったりとか、はいはいはい、みたいな感じに見えるっていうのがあるんですね。まあちょっとそうやって薄い子たちは確かにいると。まあそれはこの子の特徴で、それ病気ですかって言われると、うん、病気とはちょっと言えないです。そうですよね。やっぱりアトピーの子たちって皮膚が薄い傾向というか、そういうのがあるとはよく言われるんですよ。あ、まあ、あのイコールアトピーっていうわけじゃないですよ。ちょっとそういう毛があるのかな。あ、例えばアトピーとかっていうのに関したら、なんていうんですかね、診断項目というか当てはまる項目がいくつあるかみたいなのを見ていくんですよ、はい、じゃあ何かっていうと、一つは室内外ですっていうのがあったりとか、はい、あとは4歳以下で出てきます、あ、背中というよりはお腹の方が痒いですっていうのだったりとか、はい、あとは慢性の外耳炎を起こしてきます、はい、なんかこういうふうな項目がいくつ
当てはまってくるかなっていうのを見て、あ、ちょっとアトピーなのかなっていうふうに判断するんですよね。今どちらかというと そんな感じもないんですよね、うん、そうですね、はい。で涙がこうやって増えてそれが気になってっていうことだったら、やっぱり顔をきれいにしてもらったりとか、はい、なんかそういうので、はい、対処してもらうっていうのでもいいかなっていうのはありますし、はい、あのお薬をじゃあ出せばいいかってそんなことはないと思います、ね、うん、まあそう、はい、あとは目のケアっていうのを少しやってもらう、はい、あの常に拭いてもらうっていうのもいいし、あとはね眼瞼マッサージって目のケアとしてやるのは、はい、眼瞼マッサージって言うんですけど、目をパチクリパチクリして、はい、出てくる涙をしっかり眼球に乗せる。涙って 出ますよね、はいはい、出て眼球ペタってくっついて、この眼球に乗るってペタってくっついて、その目の表面の乾燥を防ぎつつ栄養を与えつつ、はい、こう流れていったら最後は鼻涙管といって目と鼻にスッて抜けていくんですね。鼻涙管っていうのが例えば詰まってるとかなんとかっていうのは確かにあるんですけど、はい、そもそも眼球に全然涙が乗らなくてつるっと滑って漏れるみたいな、はい、眼瞼マッサージっていうのは、これはもう目がの表面とか涙がのトラブルがある子とは限らず、やってもらったりっていう風にしたりします、うん、でね、よくやるのがあんまっていうんですけど、はい、手をこうやってかざしてもらうんです、はい、でね、これ やったら分かるんですけど、はい、30秒ぐらいやるだけでこの目の周りポカポカするのが分かるんですよ。あ、はい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 、でポカポカするのが分かったところでこうやってやってあげると涙の分泌がやっぱり更新というか、あのしっかり乗りますので、そういうのを朝晩でやってもらう。あ、犬のケアです。そういうのあるんですね。はい、犬のケア、これみんなやってもらったりっていう、まあ、そんな感じだったりとか拭いてもらったりとかやったりすることによって涙のケアをやったりすることはあります。あ、ちょっとやってみたいと思います、はい、であとはまあ皮膚ケア、あのこの子はやっぱり薄い皮膚が薄いっていう特徴を持ってるから、はいはい、食事はどうこうっていうことではあんまり変わらないですね。うん、まあ、僕ら強いていてやるのは何かというと、あの人と同じようにコラーゲン、薄い、はい、皮膚の中の問題が厚みがないからっていうので、はい、コラーゲンを入れてあげたりとかっていうふうにするので、うん、結構ワンちゃんたちにコラーゲンを飲ませてあげたりとかっていうのを、あのすることもあります。ありがとうございます。嬉しいですね。はい、じゃあちょっとこれで様子見てもらおうかなと思います。はい、わかりました。はい、はい、いいですよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、頑張ったね。よいしょ。あー、偉いね。嬉しい嬉しい。終わったね。